はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員、靴沢良治でございます。安家様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。ハピエ様、お手紙いただきました。ありがとうございます。18歳以下対象の10万円相当、半分現金、半分金券、給付事業なんですけれども、公明党はですね、所得制限なしで、言ってたんですけど、自民がですね、それはダメだということで、世帯収入960万円以上の家の子は、もらえないことになりました。つまり、今後、日本においてはですね、960万円以上世帯収入があったら、福祉や恩恵は、必要ないお金持ちとみなすという基準になるんでしょうかね。ネットの話、所得制限つけるなら給付金額増やせよ。本当に必要な貧困層を国が判断するのは無理。まあ無理なんですよね。現金収入少なくても豊かな人って結構いるんですよ。昨日も言ったんですけど、住民税免除世帯って、例えば旦那さんが240万円、奥さんが100万円、で、合計340万円、350万円の収入、世帯収入で、子供2人いると住民税免除ってなんですけど、都内は厳しいですけど、田舎でおじいさんおばあさんと住んでるなんていうですね、広い家がもともとあって、なんてとこは、それでもまあ悠々と暮らしていけると。ですんで住民税免除の世帯だから、必ずしも困ってない、貧しくない、惨めでない、ということがありまして、まあまあ国が判断するのは、いろいろあって無理なんですよね。学費や給食費無料とか、そういう方がいいとは思う。これもいい考えですね。学費免除、給食費免除。で、間接的に、助けるっていうね。ばらまき政策は、どんな理屈をつけようが、俺はもらってないのにずるい。税が足引っ張りに来るから、やめろ。性質ですよね。かといって、全員一律に配ったら配ったで、また文句出るしね。みんなに配ればばらまきって言われるし、対象者を縛れば漏れた人から文句が出る。それがですね、給付事業の、下げで通れない本質的な問題ですね。最初からこの手の再分配をやらない方が基地なのに、俺もよこせ、おかわりよこせ、ばっかりでうんざり。アメリカの給付金、現金給付は、2回で合計31万円。18歳以下っていうのがマジで意味不明。大学生抱えてる家の方が困ってるんと違う。小学校で10万円で何を買ってもらうか話してるらしいんだが、低所得が炙り出されるのが残酷だな。まあクラスにですね、うちはもらえなかったなんていう子がいるとですね、あいつんち、960万円以上世帯収入あんのか。というですね、残酷な事実がですね、小学生なんかにも突きつけられてしまうという。選定すると調査とか申請とか手続きとかで、それだけで余計なコストかかるんだから、全員に一律に配ればいいんだよ。まあこういう案もあるんですけど、意見もあるんですけど、配ったら配ったで文句出るんですよ。後から言いますけどね。960万円ってとこが世間的、体的にリアルで残酷と。全員に一律給付しますと不満が出ます。中間所得層がですね、金持ちにも俺らの税金いくのかよ。あとは弱者ばっかり救済するために俺ら税金取られてるのかよ。とですね、不満が出ます。制限給付はもらえない人が不満が出ます。俺にもよこせ。おかわりよこせ。この手のばらまきは、握手、悪手。だから、消費税下げろって何回も言ってんのにね。地域振興券から何一つ学習してないですね。それとばらまき前提、給付前提で進んでんのも、全く不可解なんですけど、選挙終わった途端にこの話でしょう。自民党はばらまきます、10万円あげますって公約にしてなかったけどな、公明党がご利押ししてこれやってるらしいんですけど、これの毒を取り除くにはですね、まあ、学会の先細り、でですね、公明党議員が自然とね、いなくなる。国会にも2人、1人、社民党のようになるのを待つか、まあ、バイオレンスな出来事でもないと、無理そうで軽く絶望しております。自公の変な決定2、マイナンバーカードね、新規取得で5000円、健康保険証登録で7500円、銀行口座登録で7500円あげますと。ずいぶん切ってきたな、合計2万円ってことらしいんですけどね。ネットなんです。もう持ってる俺は5000円損なのか。まあ、新規取得できませんからね。すでに持ってる層にこそ手厚くするべき。では、政府が健康状態と資産状況を把握したいんだろう。なんなのこれバカみたい。なんで人によって内容がバラバラになる仕様で行こうって思うの ?5000 円だの、7500円だの、ケチくさ。いつからこんな金で釣る政府になってしまったのか。3万円ポイントよりもさらにひどい案になったな。せこいな岸田。そこまでして紐付けしたいっていうのが怖いと。まあ、保険証を把握したい。口座を把握したいっていう意図があるんですけど、すでに番号は全員に付与され、カードもう4000万人持ってるし、カリカリしすぎではという冷静になったらというような意見もありました。それでもってお金あげますには反対ですけど、保険証とか口座の一体化にはですね、個人的には私賛成であります。まあ、異論は認めますけど、これにね、大反対するのは、1、他人の保険証を使ってるやつ。2、隠し口座で脱税やマネロンしてるやつ。3、背乗り組織としか、まあ思えないんですよね。スパイ防止法に反対するのはスパイ。共謀罪に反対するのは共謀犯罪を企んでるやつという理屈であります。いっそですね、私なんかだとマイナカード1枚で全部用事が済むようにしてほしいんですよね。パスモとかスイカとか電車乗った時それでいいみたいな。そうしてほしい。持ってるとコンビニで住民票とか印鑑証明とか打ち出せて便利らしいし、まあ中古車屋さんなんかは必見でしょうね。お客さんの代わりに車庫証明とか取りに行くとき必要ですからね。私の保険証と口座とかに大した情報全然ないし、政府が私の口座と保険証を把握してても全然影響ないし、そもそも把握してませんか？保険証の内容なんか厚労省が把握してるし、口座なんかね、金融庁がこいつの口座の内容見せてなんて銀行に行ったら下がらえねえんだから、まあまあすでに把握されてると見た方がいいな。まあそれで7500円もらえるんだったら、つうか保険証と口座を紐付けしてくれたら3万円あげますとか、一発でよかったのになんてちょっと思いました。NHK 世論調査。新衆議院議員の女性率が 9.7% だったことについて、男女比は問題ではない 46%、 低すぎる 42%、 ちょうどよい 4%、 高すぎる 3%、 ネットの反応です。やりたい女性がいないだけだろ。女性だからって当選しないわけでもないし、やる気の問題。蓮舫や辻元が女性議員のイメージを悪くしている。女性有権者、女性候補に投票しない。まあそうですよね。半分が女性有権者なんだから、女性が女性に投票したら、もっと女性議員いてもおかしくないもんな。男女で区別してないし、優秀な人なら投票するし、まずまともな候補者の育成をせよ。平等っていうのは機会の平等であって、結果の平等やないで。この人分かってますね。男女同数に選ぶことが目的ではない。有能なら男でも女でもどうでもいいと。ねえ、高市さん、総理にしたいよね。有能だから。それは高市さんが女性だからっていう理由は全然ないですよね。まあ、男女比は問題ではない 46% っていう人は、結果平等と機会平等の区別がついている賢人。低すぎるって言った 42% は、それがついてない愚者っていうくくりで、まあまあいいんじゃないでしょうか。愚者と賢人の比率が接近してますね。これがまあ今の日本の現状なのかな。まあ NHK がですね、どこで、調査したんだが、対象はどういう属性の人だったんだが、不満なんでば、調査の信頼性に疑いがあるんですけど、まあ高市さんは賢人間違いないですよ。総裁選の時にですね、機会平等、結果平等の違いを力説していましたから。辻元清美は愚者であります。国会を男女同数にしたいとか、演説ぶっちゃってましたからね。その主張おかしくないかって思わない人が立憲に投票しちゃう人なんだろうな。42% いんのか。手強いぜ。軽く絶望。結果平等実現のための逆差別については、今後も厳しく糾弾していきます。ちょっと前まで都立高校そうでした。男女同数にするためにですね、成績いい女の子を落としてたって事実がありますね。韓国農家が日本の高級ブドウ、ほろ酔いっていう品種を無断栽培、パクりましたね。ただしうまくいかなくて、中苦味があるって話なんですけど、売れねえって話じゃない。韓国農家。日本からパクったシャマインマスカットがヒットしたので、次のパクリ品種を探していた。ずうずうしい。苗木はすべて中国から買った。つまり盗んでったのは中国人と。韓国の農家は、日本のような匠の精神はない。だからこういうものは作れないんだ、俺らは。分かってんじゃん。自分のこと。我々を悪く言うな。日本は日帝時代に韓国の品種をたくさん盗んだ。それも泥棒だ。とか言っちゃってるんですけど、盗んだわ。パクられた飯塚果樹園さん。散々苦労を積み重ねて、やっと商品にしたものが簡単に栽培してすぐ儲けられる。そういう発想自体が人間性を疑うというか、常識外れ。非常に腹立たしい。まあ、怒ってはるなぁ。ネットの反応です。本当に嘘しか言わないな。李氏朝鮮時代に盗むようなもの、ねえだろ。ありもしないことを理由にする。なんで嘘ばっかつくんだろう。頭がおかしい連中だ。二言目には日程日程と、他に言葉知らんのか。とりあえずその場嘘にね、アホみたいな嘘を言うのはやめたら。1940年代にオリジナル品種なんか、朝鮮半島にあるわけないだろ。何もなさすぎって、イザベラ・バードも書いてるぐらいなのに。何盗んだんだよ。言ってみるよ、嘘つき。韓国にブドウなんかなかっただろう。日本相手には何をやってもいいという価値観が宗教。歴史の曲解で自己正当化してんだ。ニワトリ泥棒がよう言うわ。いい加減制裁しろバカ政府というような意見がありました。1948年韓国建国、初代大統領李承晩。終戦しても半島に居座る悪い日本兵を我々が駆逐した。なので我々が半島を統治する。って言っちゃってですね、日本は悪いっていうのが、統治の正当性イコール韓国政府の権威の源になってしまいました。よってですね、大韓民国っていう国が続く限り、反日は終わりません。大韓民国が終わっても、まあ、クーデターがなんかで起きて軍事政権になっても、まあ、終わるかどうか、そのぐらいですね、日本は悪いって洗脳されてますもんね。国の方針で。だって建国理念に日本は悪いっていうのが入っちゃってからね。韓国政府の権威は日本は悪いっていう理論の上に成り立ってますんでね。韓国にとってはそういうわけで日本は滅ぼすべき敵国なんですよ。敵国の日本から何か盗んで損害与えたものは称賛されるんですよ。伊藤博文を、丸腰の伊藤博文を背中から撃ち殺したアン・ジュンコンってテロリストはヒーローになっちゃって銅像立ってますもんね。まして自分も儲かるとなったらやらないわけがないと。日本の農家自身の、品種窃盗対策も必要じゃないですか、これね。例えば外国人は雇わない。監視カメラを畑につける。大事なものは金庫にしまっておく。誰も信用しない。こういうですね、農家自身の対策、警戒も必要なんじゃないか。たやすくパクられちゃってさ。庭に黄金のリンゴがなる木があったら、塀を高くしなくてはいけない。っていうのはですね、私が考えました。この格言は私が考えました。さらに政府による制裁も必要かと思います。今後こういうことがあるとですね、あるたびに輸出入関税を 1% 上げていくであるとか、日本から物買いに行くんだったら、あの国終わっちゃいますから、終わらせてやったらいいんじゃないか。入国禁止、留学禁止もおすすめであります。竹島のレンタル料としてですね、1000兆円ばかし請求するのもおすすめですね。で、それが払えない、払わないってなったら、じゃあ関税上げるから。っていうのに持っていけばいいしね。なんせこっちはそう思ってなくてもですね、靴沢はそう思ってますけど、相手は敵国そのものなんですから。日本を敵国と思ってる国なんですから、こっちもそのように対処しないと、やられてばっかですよ。山、川、敵か味方かの区別は大事ですよ、いう話であります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。